ユダヤ人のノーベル賞受賞者では、ノーベル賞受賞者のうち、ユダヤ人に該当するものについて述べる。1948年のイスラエル建国まで、ユダヤ人による国民国家はディアスポラ以降存在しないため、ユダヤ人の国籍は多様である。ノーベル賞は年に一度贈られる国際的な賞であり、生理学、医学賞、物理学賞、科学賞、文学賞、 平和賞は1901年に設けられ、経済学賞は1969年に設けられた。ノーベル賞はこれまで800人を超える個人に贈られているが、その少なくとも20%がユダヤ人であり、ユダヤ人は6種類の賞すべてを受け取っている。ユダヤ人は世界の人口の0.2%以下を構成するに過ぎないにかかわらずである。エリビーゼルとケルテイスイムレは、 ホロコースト絶滅収容所を生き延びたユダヤ人受賞者である。他にも、ウォルター・コーン、オットー・シュテルン、アルベルト・アインシュタイン、ハンス・クレブスは、ナチスの迫害を逃れるために、ドイツから亡命しなければならなかった。他にも、リータ・タレイビモンタル・チーニ、ハーバート・ハウプトマン、ロバート・ファーチゴット、アーサー・コーンバーグ、ジェローム・カールを含め、生涯において、 重大な反ユダヤ主義を経験した者がいる。最初のユダヤ人受賞者は、1905年に科学賞を受賞したアドルフ・フォンバイアーであった。2014年現在、直近の受賞者は2014年に文学賞を受賞したパトリック・モディアノである。これまでにノーベル賞を最高齢で受賞したのは、レオニード・ハービッツであり、2007年、90歳の時に、 経済学賞を受賞したポーランド系アメリカ人のユダヤ人である。ロシアのユダヤ人であるボリス・パステルナークは1958年にノーベル文学賞を受賞し当初はそれを受け入れたが後にソビエト権力からの激しい圧力により賞を辞退した。イスラエルのマチリション・レジオンにはすべてのユダヤ人ノーベル賞受賞者の栄誉に捧げられた通りがある。 その通りは、ノーベル賞受賞者の並木道と呼ばれ、それぞれのノーベル賞受賞者への記念額が設けられている。ありがとうございます。